ごめんなさい。はい、3140円。これでいきます。はい、1万150円ですね。ですね、はい、パンフレットです。ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、今回は伊吹山ドライブウェイで伊吹山山頂を目指してます。今日は伊吹山の山頂で車中泊の予定です。では行ってきます。めっちゃすごいカメラの数。え、みんな何撮るの？下の方に向いてるから。下向きに撮ってるから何が見えるんやろ。何の方向から来てるの？車で行ける百名山、めちゃくちゃおすすめです。だいぶ興奮してます私。すいません。でも明日は天気が良くなるということなので。テントとかでしてるわ。はい、駐車場に到着です。こちら、こちらになってます。ここはチップ制です。100円、1回100円、お一人様100円。うん、書いてるわ。売店やね、スカイテラス。お売店があるね。なんか食べようか、お腹空いたね。なんか人だかりがあるから並んでるんじゃないですか。まずはお腹が空いたのでお蕎麦を食べようと思います。山のお蕎麦820円。あの白い中に来たけど、うん、やっぱこんねんてんな。うん、真っ白系。でも多分明日は多分晴れ予報です。車で来れる100名山。今ね、標高1260メートル地点です。9合目の気温が24度。めちゃくちゃ涼しい。10度やな。10度違うん。思った以上に人がすごくてね、車中泊やね、車中泊の方もいっぱい、もうキャンピングカーもいっぱい泊まってます。7月8月の土日とお盆休みは24時間なんだよね。車中泊すごいね。登山の格好してる人あんまりいないね。いや、全然そっか。伊吹桜の城。伊吹桜の城では、お疲れ生です。うまでもね、うん、多いな。雲の動きがいいやろ、うん、なんかガスが跳ねそう。私さ、当たり前大野さんの入ってくるからさ、今日は涼子さんがお化粧をしてないということで映らなくて申し訳ありません。いつも汗だくでもお化粧ないよ。お前今日は開催らしいです。私たち何にも考えんと来たんですけど、よかったね。だって観光バス来てんねん。観光バスすごい、なんてすごいの。すごい人の、すっごい人です。なんやったらなんかテーマパークみたいな感じだよね。
御来光です。太陽出てきたね。おはようございますの挨拶もなしに言ってます改めましておはようございます。太陽が出てきてます。今は伊吹山9号目、時間は5時20分です、はい、今スタートここなんですけど、ここね、こっちからだー、ここ大和たけるの御事、こっち側ね、多分1時間半から2時間ぐらいで降りてこれると思います。はい、では行ってきます。40分って書いてある。うん、ここね、入山協力金300円、こっちに書いてるね、うん、はい、じゃあここからね登っていきます。ここから山頂まで40分ぐらいかかると思うんですけど、お花を見に来たので多分立ち止まり持って歩いていきますね。西登山道、うん、なんかね、お花やっぱり咲いてんねんけど、ちっちゃいお花がやっぱ多いんやね。そんな大きな、そんな大輪のこんな花が咲いてるわけじゃん見つけなあかんねんな、はい、登り始めてすぐからいっぱいお花だらけやねん。一個も進まへん、うん、ちょっとも進まへんね。歩きやすいってもやっぱこんないもんね、標高1300メートル、気温は20度です。20度やで涼しすぎあ、ここ下からほらずっと咲いていってんねん。これ途中でしょ、うん、で眩しい太陽に向かって、太陽に向かって歩く。あれだいぶよく見えてきたね。あそこの駐車場とかでもちょっとちゃうね。うん、全然違う。めちゃくちゃする。なんかもう秋ん、なんかここからやっぱ踏み外すよな。そう、あれ山っていうか、あれ入らへんから方向分からへんからだろう、あ、ここ電波入らないよね、うん、あの下のスカイテラスのところに Wi-Fi がね、フリー Wi-Fi があるから、うん、そこじゃないと繋がらんよね、うん、あ、そうなんや、跳ね返るからこんだけしか開けへんわ。よいしょ、よいしょ、
あれ木造になった。あ、ちょっとだけ。ちょっとだけ。それかな。左。あ、山頂にもトイレがあるんや。ここすごいあれやな。山頂のところ。うん、またいっぱい。あ、名前忘れたやつ。名前忘れたやつ。山頂かな。山頂やね。到着。うん、山頂やなやこれ。草というか芝生というか。うん。うんうん、とりあえず一周してみようか。うん、なってる、すごいね。え、ずっと広いけど、うん、向こうからあのくるっと回ってこっちね、うん、あ、うまいよね、でっかい、うん、うん、うん、乗り方でっかい、乗り方でっかい、オンタケか、あんた、ポコンとかなんですか、めっちゃ綺麗けど、ね、でもこれでやってよかったね、うん、虫や、うん、まず気温とか、14キロなんかそれかなんか疑惑や、昨日の夜は若狭湾にいたしな、若狭湾って書いてあった、昨日スカイテラスで買った草団子ね、これ食べよう、朝ごはんやな、朝ごはん朝ごはんにお団子、うわでっかでっかいな一個、よし、はいどうぞいただきます、いや美味しい、うまそうやもん、うん、あのえ美味しいでこれ、たくさんも食べ、
と何やろ、あと三角点か。そう、どこにあるのか分かれあっちかな、あっちとりあえず行ってないな、うん、377メートル到着です。お疲れ様でした。ちょっと400メートルだけど、ちょっと車でね、九合目まで。三角点はちょっと端っこにあってんね。端っこなのかどうなのか。うん、なんか。どこを山頂と言っていいのか分かる。そうそう、あの山と竹るんところかな思ったらちょっとちゃうかったね。うんうん、あ、そうだね。うん。人おってよ。うん、そうなの。あの西側の方はすごいで、もう列になって上がってる、ね、東はそうでもない、うん、下りてみて書いてたけど、登ってきてある人もおんね、うん、これより危険箇所ありって書いてあるよ、うん、ほら登山靴と装備してくださいって、うん、ごめん、星空も見て、日の出も見て、最高の景色を見ることができました。今日も無事に登山できました。感謝。ずっと車いっぱいやってた。まだ入ってきてるんだね、この朝。昨日の晩もっとすごかった。結局あれやな、琵琶湖は結局何か分かる、琵琶湖なんか若狭湾の鶴ヶ湾多分琵琶湖。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。